バイオハザードセブンプロデューサーの川田智佳です。同じくディレクターの中西光司です、えー。今日は皆さんに、えー、大変残念なお話をしないといけなくなりました。はい、えー。この春配信予定のバイオハザードセブン DLC ノットアヒーローですけれども、えー、配信を延期させていただきます。はい、えー。我々もですね。えー 春配信っていうところを目指してですね、えー、かなり、えー、頑張って開発の方は進めていたんですけれども、ねまあ、実際ゲームとしては、はい、ほぼほぼ完成に近いところまで作ったんですけれども「ねえーまあ、バーガード7、まあ」発売し,して実際「バーガード7」をすごい喜んでくれたお客さん、はいまあ、その期待に応えるには至らないんじゃないかと、まあ、我々は判断するに至りました。 やはりあの本編同様のやっぱりクオリティはあはしっかり目指していきたいっていうことですのでえもう少しだけえこの開発のお時間の方をですねえいただきたいなというふうに考えておりますはい、まあ、伸ばした分、まあ、必ずあの、ね、皆さん喜んでいただけるものにはしたいと思っておりますので、えー、ご理解いいただければと思います、はい、もちろんえ無料配信っていうところはですね大きく変えずにえ我々の我々もえー 成功コ込めて開発の方は続けていきたいと思っておりますのでもうしばらくお時間をいただきたいなと思っておりますバイオハザードセブンエグゼクティブプロデューサーの竹内です先ほど川田プロデューサー中西ディレクターからもご説明がありましたように今回無料 DLC のノットアヒーロー配信時期を延期させていただきたいというふうに判断させていただきました ここに至る経緯、簡単にご説明させていただきます。今回のバイオハザード7、皆様から大変熱いご声援いただきまして、非常に高いご評価もいただきました。私たちリニューアル、原点回帰という二つの大きな課題に挑んだタイトルです。それが非常にこういった形で皆様から高いご評価いただけたということを心から感謝いたしております。ただですね、その皆様の ご期待に添える内容に今回の DLC 至らなかったというふうに三社で協議して判断いたしました。皆様のご期待に添える DLC になるまでですね、今しばらくお時間いただければというふうに考えております。合わせてもう一本 DLC の準備を今進めております。この二本の DLC 開発に関して皆様の バイオハザード7に対する大きな評価、これに応えられる作品にしてからお手元に届けたいというふうに考えております。勝手を申しますが、今しばらくお時間をいただければと思います。引き続き、バイオハザード7、応援いただければ幸いです。これからもどうぞよろしくお願いいたします。